4人ぐらいまでは連絡は取れたんですけど、残りの方がですね、連絡は取れてなくて、今回参加できなかったというふうにやっております。まあまあ、そう言いながら、今日皆さん集まっていただいてですね、昔話、それからまあ50年間何をしとったかというようなことも含めてですね、楽しく有意義にですね、この2時間、約3時間、時間今おしまいだよ。テント家やの、畳の上で寝たいわと思う。それ以外にね、ヨドバ工業では三角部、そんなんばっかり言ってね、子供いっぱいの時には病と言われなかった、そんな時代ですわ。でね